レモンマートルは太ももか爆放シア属の植物でオーストラリアのクイーンズランド州の亜熱帯のタウリンに自生する。高さは20メートルにも及ぶが、それより小さいことも少なくない。葉は常緑の対象型で長さ5から12センチメートル、幅1.5から2.5センチメートル、光沢のある緑色の前縁である。花は乳白色で直径5から7ミリメートル、 夏から秋にかけて枝先にクラスターを形成し、額から花びらが落ちた後も存続し続ける。レモンマートルは1853年にイギリスの植物学者ジェームズ・バックハウスにちなんでバックハウズはシトリアドラという学名を与えられた。一般名称レモンマートルは破砕した葉がレモンに似た強い香りを出すことに由来する。レモンマートルはしばしば レモンユーカリジュと混同される。レモンマートルは2種の科学的精油成分を含む。オーストラリア先住民のアボリジには長きにわたり、レモンマートルを料理と薬草のいずれにも用いてきた。オイルにはレモングラスを超える高純度のシトラールが含まれ、レモングラスや青文字以上の強い清涼感の方向を有する。レモンマートルを用いたハーブティーの例、レモンマートルは、 基地の物資タッカーの香料として、しばしばレモンハーブの女王として用いられ、その新芽には甘みもある。葉は乾燥して砕いて用いるか、あるいはカプセルにして方向を長持ちさせる。砕いたレモンマートルは、ショートブレッド、パスタ、焼き魚、マカダミア、ドレッシング、茶などに用いられる。また、レモン果汁では、問題となる酸味について考慮しなくて良いため、 乳製品の着工として、チーズケーキ、アイスクリーム、シャーベットにも用いられる。レモンマートルの精油には、抗菌性がある。希釈しない油は、体外で、人細胞にも毒性が確認されている。およそ1%に希釈すれば、肌とその内部へ浸透することによるダメージは小さくなる。レモンマートル油は、水イボの処置にも用いられ、伝染性疾患の子供。 免疫障害患者について調査された。9人の16歳の患者に10%の強さのレモンマートル油を浴びせたところ、制御しなかったグループに比べ、改善の兆候が見られた。この油は、一般的な健康増進と正常製品の原料として、特に石鹸、ローション、シャンプーに用いられる。レモンマートルは、観葉植物として栽培される。熱帯の温暖な地で育ち、 寒冷な土地では若いうちは寒さから保護する必要がある。5メートルを超え密集した林間を形成する。園芸家たちは木に咲く花や葉から漂うレモン香を楽しむ。レモンマートルは丈夫な植物で土壌の水分の欠乏に耐えられる。成長はゆっくりだが次第に良い土壌を作る。レモンマートルの苗木は低木で幹がそびえ立つまではゆっくりと育つ。 成長したならば切断する。切断して増やされたものは商業製品として用いられる。プランテーションにおいては一般的な農作物としては上と横をメンテナンスし常に低木となるように栽培される。商業的プランテーションにおいては機械化されている。樹木の健康のためにも枝を低く保つことは重要である。収穫された葉は乾燥され香辛料として または上流して精油にする。商業的なレモンマートルは主にオーストラリアのクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の北の海岸で育てられる。ありがとうございます。